さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日ご紹介する再現レシピはケンタッキーフライドチキンのビスケットです。先日、こちらの動画でケンタッキーフライドチキンの骨なしチキンの動画をご紹介したんですが、すごい好評で嬉しいです。見てくださった皆様ありがとうございます。でケンタッキーの中で、チキン以外に日記といえばやっぱりビスケットですよね。これね、多分女子が好きなメニューだと思います。もうビスケットが大好きで、ビスケットだけを買いに行くっていう人も結構今もいるぐらいで、簡単にお家で作れるレシピを今日はご紹介したいと思います。それでは今日はケンタッキーフライドチキンの大人気メニュービスケットの再現レシピ作っていきましょう。ケンタッキーのビスケットの再現レシピの材料です。強力粉 200g、 塩 1g、 小さじ1/4、ショートニング 60g、 ベーキングパウダー大さじ1、ヨーグルト 60g。 今回ヨーグルトは明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン、こちらを使用しています。今回このヨーグルトを使うことでビスケットがふんわりと仕上がります。冷めてもとっても美味しいビスケットになります。はい、それでは作っていきます。大きめのボウルに強力粉が 200g 入っています。そこに、ベーキングパウダーと塩を入れます。でこう手でさっと全体を混ぜます。そこにショートニングを 60g 入れます。これはね、ショートニングって結構すごいサクサクなるんですよ。で、ショートニングじゃなくてもバターとかでも OK です。今回はより本物に近くなる感じで私はショートニングを選びました。ショートニングってね、パン作りとかで結構使われるらしくって、この間パンの先生がよくパン作りで使うって言ってました。結構ね、いろんな焼き菓子の裏とかを見るとサブレとかの材料にショートニングって入ってますね。これを、スコーンとかと同じように粉とショートニングを混ぜる。こんな風に手でこう揉む感じで均一にしていきますね。あ、チョコチャンクスコーンの時に砂場みたいな感じって冷たい感じ。粉とチョコチャンクスコーンの時はバターだったか。あの時はバターが硬いのでバターの粒を潰す感じだったんですけど、今回のショートニングは柔らかいのであっという間にこんな風にサラサラに均一になりました。はい、じゃあもうここにヨーグルトを入れて生地をまとめるだけ。これ温度とか湿度とかによってその粉のまとまり方とかが変わるので、一応今回 60g のヨーグルトを入れるんですけど、ちょっとまずは少なめ、少しだけ残して混ぜて足りひんかったら足すという感じでやった方がいいと思います。こんな風にまとまってきたけどやっぱり足りないですね。はい、こんな風に生地がまとめます。でここで層になる感じに生地をこう重ねる、重ねながらまとめる感じ、こういう風にね。こんな感じです。はい、これでわかるかな、ちょっとこう層みたいに、もう本当生地がまとまれば大丈夫なんで、これで生地は完成です。はい、それでは生地を型抜きしていきます。必要なものは綿棒と、
これセルクル型セリアで買ったものです。これがねちょうどいいサイズです。で、ケンタッキーのビスケットって真ん中に穴が開いてるんですけど、真ん中の穴は、こういう野菜とかを抜く、これも100均なんですけど、これの逆側を使うか、もしくはねちょっとこれじゃ太いかなと思って、タピオカ用の太いストローでもいいかなと思って、今日こちら2つ準備しました。2種類やろうと思います。ではまず生地を手でググッと押します。押してこれでラップを上に敷くと綿棒が汚れなくていいです。これで2センチぐらいかな。はい、まずこのセルクル型で抜いていきます。多分ね何個3つぐらいは綺麗に取れるかな。よいしょ、あ4ついけるか。あちょっと綺麗にできそうやから3つにします。はい、でこれはまた次抜くように生地をまとめます。でこれ2センチぐらいに抜けたので、こっちかな、ちょっとこのタピオカ、あーちっちゃいかな、これで、あでもこんな感じか、うんうん、こんな感じで抜いていきます。はい、あーこれ楽しいね、これ子供とやったらいいかも。しかもこれさっきスッと出たよね、すごいすごい、もう焼く前から層ができてます。今オーブンを190度に予熱しています。じゃあ残りもどんどん抜いていきますね。はい、これで生地が完成したので、190度に予熱したオーブンで、まあオーブンにもよるんですけど13分から15分ぐらいかな、焼きます。はい、というわけでこれが12分焼いたものです。ちょっとちっちゃいのはね焦げてしまいましたが、できました。ふっくらと、めちゃくちゃ膨らみましたよ。こんなに 1.5 倍ぐらい膨らんでます。じゃあ1個割ってみます。ほら売ってる、おいしそう、サクサクです。完成しました。これで素敵なティータイムが楽しめますよ。はい、いかがでしたか。作り始めて焼き上がりまで30分でできる簡単なメニューになっています。でこのビスケット、甘みが一切入ってないんで、まあ、お店でも、メープル風シロップかな送れると思うんですけど、お家やとあれにまたバターを塗ったり、蜂蜜、メープルシロップ、で今ねすっごいこう世の中的にパンのお供とかが流行っているので、ジャムだったりあんバターとかもすごい合うと思います。ぜひぜひね、以前に紹介したフライドチキンと一緒に作ってお家でケンタッキーパーティーをしてみていただけたらなと思います。というわけで今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。